すごいな。あ、今まで見たことないやつがいっぱい出るとね、スロットとかもあるんだね。で、そうだ、ありがとう、みんな、あ、見てくれた、リアルタイムで録画で見てくれた。僕はね、僕も見てました。そうです、そうです、はい、みんなのツイートとか見ながら見てたんですけど、いいもんですね、ああやってね。なんか、まあ今ね、みんなもう地上波見ない人も多くなってきてはいると思うんですけど、なんかみんなが一緒に見れるものをこうなんかね、なんかああやって共有できるっていうのも、それはそれでなんか楽しみ方としては、だからかなとかで、なんかその日の FNS の第2夜でバズったアーティストみたいなのになんか僕も入れていただいたみたいで、ありがとうございます。なんか盛り上がってくれたのね、嬉しいなね。いや、そうなんですよね、多分みんなもう、せっかく久しぶりにホワイトブレスをね、冬のタイミングでやっぱりこう歌わせていただくっていうことで、まあね、喜んでいただけてるのかなと思ったんですけども、ね、ちょっとね、やっぱりこう、そのもう歌にこう集中することと同時にこうなんかこう、そのタンクトップから乳首が出るか出ないかっていう、そのスレスレのそのなんかギリモザ的な感じがね、はい、なんかこう気になってたもんでね、なんかこうね、なんかこうモザイクを破壊した AV みたいな感じになんか見えたのかなっていう、いや、わかんないけど、わかんないけど、僕もよくわかんないですけど、はい、もう大人なんで、なんかあんまこういうのあんま言いたくないですけど、はい、はい、なんかなあ、あ、そうですか、ありがとうございます。どんなメールなんだろう。ペンネーム青のり、昨日の FNS 歌謡祭見ました、ありがとう。ホワイトブレスはリリース当時の裸にジャケットに比べ、今回はフレディ・マーキュリーを彷彿させるタンクトップがあったので、布面積が多く暖かそうでしたですよ、ね、インボークは地上波で聴けるのは結構レアだなと思いながら見ていました。今後公開される劇場にも近々が変わっていることを期待しています。そうです、これはもうもちろんでございます、ありがとうございますね。今回、まあ、歌番組にね、こうやって TM レボリューションとして出るということで、だから TNNK だと結構こうなんか衣装衣装した感じもありながら、結構ユニフォームみたいな感じでこうなんかジャンプスーツみたいな感じが多かったりとかしてたんですけど、まあ、TM レボリューションといえばこうね、なんかジャケットとパンツみたいな感じでしょっつって、ホワイトプレス用に用意してもらったんですよ、衣装ね。なんかこうベージュというか、ちょっとね、オフホワイト色のやつ、あれやっぱこう雪に合わせてとかね、ホワイトブレスってい う, こう色味に合わせて言ってるんですけど、まあもうね、やっぱりこううちのね、そのまあ現場の他のスタッフとかはこうあれ見てこう選んだ基準がね、ちょっとおかしいっていうか、なんかこうドバイの金持ちが着てる服みたいだからこれ着せようみたいな、そういうなんか変な気持ち、わかんないね、なんでわかんないんだよな、なんか浮かれとるんだよな、なんかもう僕は、いや僕はもうなんかあんまりそういうことで口出さないようにしてるんです、うん、なんかほらちょっとこうキルティング素材っていうか、2枚の間に綿が入ってるみたいなさ、こうなんかなんとも なんつうかな、こうグッチとかのとか、なんかこうディオールとかのカバンみたいな感じ、なんか分かりますよね、なんかね、なんかな、イカれとるんだよな。いや、いいの、いや、いいの、いいの、だからまあね、やっぱり僕の心情としてやっぱりもちろん最終的にいろんなことはまあジャッジしていくんですけど、そういうこうクリエイティブの部分は
曲にしろアートワークにしろ、あのやっぱりビンビンに尖って、そのだから元になるようなものとかはどんどん出していくんですけど、やっぱその最終みんなにこうやってね、だから僕がもう信念を持ってこうライブの演出とか、そうだな、まあ、自分が信念を持ってやってる内容のものと、まあ、こういうテレビのだから出演みたいなのはもう特にお祭りみたいなもんだから、みんなが喜んでくれるかどうかが基準なわけですよっていうところとかは、もうやっぱりこう僕なんかにもこうスタッフのみんなとかの方が喜んでくれたりとか、あとはそうやってファンの意見をこうちゃんとこう吸い上げられるみんなから、こういうのを来たらきっと喜んでくれるよとか、あのこうした方がいいですよっていう意見はもう積極的に聞くように、やっぱそういうのでガンとして、いや俺は俺西川こんなの着ないからとかっていうのは、いやなんかむしろかっこ悪い気がして、いやもういい意味であの 流れに任せるというか、あこれ着ればいいんですか分かりましたみたいな感じがいいんじゃないかと僕は思ってるんで、逆になんかもっとみんなからも今後だから本当になんだろうね、あのこういうのがあるんだったら できることだったらね、なかなか難しいですけど、さっき言ったように解禁日とかあるから、本当はだからこう 次にこんな番組出ます、で衣装どれがいいですかって3つぐらい並べて、これこれでね、あの投票して決めるとかっていうので出るとかいうのが本当はやりたいぐらいなんですけどね、みんなが決めてもらった方がいいよ本当に、それぐらいです本当に。さあということでございまして、まあいろいろとね、言えたり言えなかったりすることもたくさんありますけれども、あとちょうど明日か、明日で BS で久しぶりにあの BS プレミアムですね、池津京都旅の新収録のものがオンエアになったりとか、その前京都でやったっけ、そう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 、あれがオンエアなのかな、あとは土曜日日曜日あたり、地域によってちょっと時間帯が違ったりはするんですけども、ナイナイの岡村くんの岡ベロに出演させていただいたりとか、もうこれも結構もうとっくの前に撮ってた、一月前ぐらいかなに撮ってたりとかしてたんで、色は黒めです、だいぶでもいや本当に色だいぶ来てるでしょ、ちょうど今日とか明日か、明日発売になる R っていう雑誌で、あの JO1 の木俣くんと対談してるやつもちょうど一月前、いよいよ大会だよみたいなあたりぐらいに撮ってるやつだから、まあ黒いのよ本当に。だからみんなさ、こう対談の写真が出てるのに対談の内容云々よりも西川黒くないみたいな、いやだからもうそんな話もだいぶ前にこすってるからもうやめてっていう、僕らの中ではね。でもやっぱりね、木俣くんのファンとかとは JO1 のファンのみんなとかはさ、新鮮じゃないですか、西川黒くないですかみたいな。いやまあ黒かったんですけど、でもあのね、おかげさまで皆さんご安心ください、あのお付き合いの長い皆さんはお分かりだと思うんですけども、私あの年の割にターンオーバーが早いので、もう色の浅くなり具合も早いです、もうどんどん白くなってるんで、あの年明けて春ぐらいにはまた元通りの体になってますから、ご心配なくということでございます。さあということでございまして、他にもですね、日曜日のお昼にあオトラクションの日曜日スペシャル、まだやってたんですね、あの番組。確かに最近だ、はい、この間カウントダウン TV で歌終わりでオトラクションって言ったらそれがバズりましてねえ、言っていいのみたいな、言っていいのあれレギュラーじゃん、あのね、あれなんですよ、スペシャルとかやっぱこう野球とかがハマりやすい火曜日なんで、どうしてもね流れちゃうことが多いんです。だからなんかこうなんか徐々にフェードアウトしようとしてるんじゃないかって思ってるかもしれないですけど、一応編成からはまだまだやりますと言われてるんで、まあまあはい、お心配くださる方も多いですけどね。そうですね、あのバナナマンの番組とかマツコの番組とかがぐいぐい後ろとかね押してきたりとかするから、もうそれでそのいなくなることが多いですけど、やるんじゃない、僕はちょっと本当にね頼まれ仕事ですから頑張ってます、はい、まだまだ、はい、TBS として頑張っていきますんでよろしくお願いしたいと思います。あとはそう、あそうね、キングオブコント、あれもうだいぶ前よ撮ったの、いつなの、あれも結構だから、いや大会前だから黒いよ、ね、これから前橋撮った
橋終わってたかな。いたしたら10月。いや前橋は終わってた。優勝してきたよって言った気がするの。粗品に。11月頭ぐらい。かなあ、そんなもんだと。あ、そうですね。11月頭ぐらいなんじゃないかなと思います。だから減量もだいぶ進んでますから、いい黒さなのよ本当に。よかったらご覧ください。まあということでいろいろあります。はい、まだまだこれから、どんどんとですね。 あとね今日からかな、今日の13時からちょうど原神の、新たキット絡みのイベントがスタートしてますんでね、ぜひよかったら遊んでいただけると嬉しいかな。なんかそれに合わせてイベントムービーなんかもね、ちょっと SNS アップされたりとかして結構バズってました。はい、よかったらご覧ください。まあいろいろありますということで、あとは、あ、そうですね、12月の6日にアビングドンボーイズスクール、デビュー15周年を迎えたということで、はい、いや未だにねやっぱり海外のファンの皆さんとかで応援してくれて、みんなこれも見たことない、ビーチなん、あーすごいうまそうなの食ってる、なんかお餅がいなくなってからもずっとこうやってこうデジタルでお餅を見ることになるのね。これはワンセブン的にはいいの、これは。そうです、切り替わるタイミングがあるんですか、このお餅がいなくなる、さよならお餅会みたいな。今のところ聞いてないです、ね、さよならお餅ではないの。さよならお餅ではまあ西七でやっていただけるのが一番。ああ、そうですね、せっかくですから我々的にはなんかお餅デーを葬る日をお餅デーがほふられる日をいつの間にかぬいぐるみなくなっちゃってね。そうですよ、あんなになんかもう我々としてはもうなんかそのワールドワイドに展開していくんで、お餅とはさよならなんです、僕とお餅を引き剥がしておきながらこんなズルズルとなんかで都合のいい関係をしてるわけですよ。なんかね、ギフトにはうん、なんかね、こういう関係ですよ、肉体だけの関係。金と肉体。いやだ、なんかもう危険よ、失神、どっか行ってちょうだい。今何に対して、お餅に対して、お餅に対して、そんな都合のいい存在、もう許してる、お前も悪いんだよ。両方だよ、両方悪い。それはもうね、あれだよ、どっちがどっちがどっちかが悪いだけじゃないよ、ほらもうお互いの問題だよ、それはもう。どっちかがどっちかが8でどっちかが2じゃないよ、お餅とお前も悪いんだよ、お前も罪をかぶらなきゃいけないんだよ。そうだよ、そうだよ、そういうことだよ、お餅だって悪いんだよ。さあということで、あとは、その代わりといってはなんですけれども、去年の、年末にワンワンで、放送いたしましたアビングドンボーイズスクールの、ちょっと特別な映像ということでね、茨城の空港滑走路で撮影したものだったんですけども、あれから1年などありましてね、ちょっとなんかまだダメ、言っていい話、分からないの、もう基準が分からないんだよ。だいたい僕に聞かせるってことは言っていいってことなのかなと思うじゃない。だけど多分ダメなんだよな。これは今話してた番組のことに関わる、そうなんじゃない？だからこういうのがまあね、オンエアにはなったけどなんか、うん、ね、何してるの？なんか怒られるんじゃないかと思って。でもなんか そうだね、みんながよくもっとそのファンのみんながそう見たいなと思った時にすぐ見れるような形になってたら怒られちゃった。こういうことが嫌なんだ、だから嫌なんだよ、その解禁、あグミ食べよう。心がねなんか乱れる。意外とねカロリーはあるの、これ319万のカロリー1袋でよ、なんですけど意外と調べてないんですけどタンパク質が 8.5 もあるんですよ。意外と実はグミってタンパク質入ってるんですね。あと脂質が 0.4 っていうね、脂質を気にされてる方、だからこうカロリーで言うと確かにこうなんか良くないよとかいう方もいるんですけど、意外とその PFC バランスで言うとP も取れてて、まあ C もある、だから脂質が低いから意外と何だろうな、小腹が減った時にこういう硬いグミとかだったらその
粒をね、いっぺんだバカみたいに食べなきゃ意外と原料食になるんじゃないかと僕は実践して、今最近こうまああんまり深夜じゃなかったらお腹が減って、うわもうちょっとやだなっていう時とかはこういう硬いグミとかちょっと食べたりとかしますよ。食事戻してるとはいえ僕だからもうまあ有酸素1時間は基本、まあ例えば500キロカロリーって決めてるんですよ、1回の有酸素で。それダブルスプリットで、だから今日も朝やって、でさっきお昼もやって、なので1000キロカロリーとか行っていくと、もうこういったものも安心して食べれたりとかしますから、ぜひともよかったら、はい、あれとかで終わりましたよ。何がダメって、配信してる時に物を食べるって、わざわざ生でこんな時間を使って配信してるのに口に物を入れるっていうこの罪悪感がいい。みたいな変態だよちょっとした、うん、そういうとこはあると思う否定はしないちょっとした変態だよ。よろしくないですか、これ最近これハマってたね、このあたり群王グミなんかふわふわしてんの、昔さよく出たハリボーとかのグミのカエルグミのお腹の方の味通じると思う。分かる人はアンケート取りたい。やめとけ無駄な分かんない、分かるでしょ。なんかこうふわっとしてるやつ、分かるっつってんじゃん。分かんない、なんかふわっとしてんのよ。あ、1個開ける、ほんとあるっしょ。だからみんなコンビニとか最近見ない、これハマっちゃった、これこんな感じでさ、あむなんかそのなんていうのかなね、形がなんかねなんか柔らかいうんこみたいな最後の柔らかいうんこ出た後もうこうキュッてこうね、もう肛門の力でこうホイップされてるからね。何のこう、ほら怒られてるじゃん。最近こうみんながね、なんかすぐ怒ってくる、ポケしちゃおう、こういう時は。はい、ね、はい、それからお願いして。あ、趣旨説明をしますが、ちょっと待ってください。食べ終わってから。こう食べるもん。食べてるとこ見せてあげて。さあ、そうちゃんと考えよとね、ちゃんと51歳だよそんな、なんかねマシュマログミとか食べてニヤついてる場合じゃないんだよ。もっとこう世の中いろいろ動いてるんだよ。何してんだよ、本当にバカなんじゃない本当に。さあということでございましたさあ今週も始まりました西七ライブでございます、この番組は毎週木曜日のように毎週にお送りしております、ユーザー参加型番組でございておりますので、ぜひともよろしくお願いします。まずはですね、参加する方ギフティングがございます。この西七ワンセブンライブのギフティングという機能を使って番組見てくれるみんなからチャニシにギフトを送っていただけますよということで、ギフティング様々な番組予算となってます。番組のエネルギー源です、よろしく。さあということでギフティング年内で一旦締めになりますよ、年間上位に入った方には番組ロゴを使った非売品の、公認グッズ、こちらの方ドサッとプレゼントさせていただきます。ぜひギフティング参加してください。ギフティングのやり方はこちら、まずは番組右下の、プレゼントボックスタップしてみてください。用意されたギフトから好きなアイテムをタップしてこの上に送るだけ。今週もギフティングどしどし待っております、よろしく。さあ来てます、どんどん。さっきのうまそうなやつ何だったんだろう、なんかもうなんか、あ、これクリスマスだからか、いいね。これだった、違う、なんか
なんかアイスだドーナツだみたいなこうスイーツがブワーって広がるやつ。盛り合わせ。うまそうだった。え？ランクアップだった。あ、ランクアップだったのか。トナカイ。何今の。お餅の茶色いトナカイ、偽トナカイみたいなやつ。へえ。あ、なんか新たなやつがいた。誰だよお前。知らぬやついっぱいいんな。お餅ちゃん。知らない子を連れてこないで。尊い。ありがとうございます。おお、なんかまた、この何この中国的な鳳凰のひよこみたいなやつ。なんか。で、鳳凰のひよこで。大きい形。あ、桜。桜、これ季節違くない？大丈夫のこれ。いいんじゃない。派手だね。いいね、これはね。さあ、ということでございまして、ありがとうございます。番組に刺さるもう一つの方法、コメントとメールでございます。西名のや他のワンセブンと違いまして、コメントはもちろん番組にメールでも参加していただけます。メールはコメントよりも一手間かかるので、メールを紹介した方にはお世話いただきフィッティングからお小遣いとして、Amazon のギフトコードを差し上げております。番組に出て、気づいたことどんどん送ってくれれば嬉しいです。とりあえず一律1000円送金させていただきます。番組のメールアドレスはこちら、西七ライブアットマーク gmail.com。 メールは件名のところにコーナー名を書いて送ってください。君からのメール待ってます。はい、ということで、なおこの西七は、アーカイブ配信、ね、ちょうど番組始まるちょっと前にアーカイブの方も配信されてますけれども、ダイジェスト版なので番組全編見られるのは生配信だけとなっております。番組皆さんにもぜひね、こちらのオフィシャルアカウントフォローしてください。よろしく。また、今日初めて見た人はよくわからないことだらけだと思いますので、わからないことは初心者の人にもわかりやすく番組の解説してくれてる今週のガーディアンコッティ、今週もやってくれてる、はい、あのコッティが何でも、あのそうですね、性の悩みだったりとか、はい、バンク以外のことも、もう全然、もう今の預金額だったりとかもどんどん、もう質問すればどんどん答えてくれるんで、何でも聞いてあげてください。コッティよろしくね。コッティ頼むよ。ちゃんとなんかね、あの三神頭までのおじいさんおばあさんの名前までちゃんと教えてくれるっていうことだったりとか、はい、するのでね、よろしくお願いします。あとはね、あの下6桁までだったら電話番号も教えてくれる。初めて行く。うわもう、そうだよ。あともう0、0で、080なのか090なのかみたいな。さあ、それでは、先週に引き続き今週に新7、こちらのスペシャル企画をお送りしていきたいと思います。いきますよ。新ライバーさんいらっしゃい。はい、もうね、ご覧いただいてるみんなだったりとか、ユーザーのみんなとか、俺聞いてくれるリスナーのみんなとか、に好評なのかどうか置いときましょう。運営はとにかく気に入ってる。これはね、大事なことなの。本当に何をやっていくにも決裁権がある人がね、やっぱ気に入ってくれてるのは大事なことなんだよね。本当に。さあ、ということでね、日茶西が年明け春ね、そうだね、まあできればそうだね、ワンセブンもね、一応こう海外向けの、まあ、外資の会社、まあとはいえ日本の資本になって、一応締めはいつなんですか。来期っていうのは4月からですか。あ、12月閉めてる。あ、ちょうどですね。じゃあこの月末まででそのタクシー M なんかも全部回収して、来年年明けから僕がイグアナの代わりになれるようにかどうかはもうみんなの力次第なんだよ。それはもう直訴しないとダメだよ。これからもね、やっぱもうヤフーコメントで潰し、も全員みんなで片っ端からね、人海戦術やってくる。YouTube のコメント欄も全部買った、もう広告報告ですよ。潰していく。これもね、そうそう、それでも本当にこれからはね、もうなんか組織で頑張っていく。みんな他人事じゃないよと。本当にうちもだからもう家族とかに言って、あのなんか、いや、なんかちょっとこのコメント気に入らないよとか、 YouTube とかでこれなんか、これなんかいじめられてる感じに多分受け取られると思うから、そういう風にあの通報しなさいって言って、家族で人海戦術でコメントグッズ潰してますから、皆さんも協力のよろしくお願いします。さあ、ということで、いやでもね、こういうことだと思うの。なんかね、
なんかみんなの良識を促そうみたいなことやってたってやっぱねなくならないよ。ただったらもうやっぱりこうやった我々は逆に言うと我々って言われっぱなしなわけじゃないですか。だけど逆に言うとファンのみんながいるわけですよ。支えてくれたりそんなジャニーズでも応援しようって言ってくれてる人たちもたくさんいるわけだから、となってくるとそういう人たちがみんなの力を借りてみんなでこう束になって、うん、はい、あのね、それこそあのタピオカじゃないですけど、あの組み上げてやげば組織上げていけば誰のことをしちゃったの、分かんない、なんか分かんない、それは分からない、誰かっていうのも具体的には全く分からない。何気なの、分かんないけど、なんだよね、なんかズッキーノかな水木奈々のことなんだあの人そんなことする人じゃないあの人タピオカそんな食べる感じじゃない愛媛の人だからそれ偏見だよ、愛媛のとこはないのいや、分かんない、愛媛は四国では一番こう松山がこう栄えてるからタオルなら食べるかもしれない今治タオル、そうそうそうどういうコーナーか説明してるのそう、もうや近藤さんの話をここで挟むから、ね、愛媛の近藤さんの話を挟むからおかしくなっちゃう、そんなことは置いといてさあ、ということでまず何やってるか説明しようよ。そう、愛媛の近藤さんがタオルを食べるみたいになっちゃうんだ、これもう変なコメントになってるよ、もう食べないよ、食べない、食べない、麺は食べちゃダメだ高級な麺でも食べちゃもんな、食べちゃダメなもんな、はい、ワンセブンのグループコールという機能を使いまして、ワンセブンで自分の番組を配信してロゴのライバーの皆さんと交流しているコーナーでございます。意外と本当に人気ということで、先週いろんなライバーの人と話して楽しかったのでね、今日もですね続々と皆さんとお話していこうと思ってます。応募なくれた中から選ばれた方、西田のグループ交流アカウントから招待してまいります。配信してくれてるといいんだけどね、ということでございまして、顔出しするかしないかは各自の判断にお任せします。あとはですね、追加情報です。先週すごくたまたまなんですけども、音楽系の YouTuber の方を2連チャンしたんです。グループコールの機能の都合をグループコールで始まっちゃうと、僕から話しかけてもお話が聞こえないっていうことになっちゃうので、止めたくても止められないんです。だからもうノリに乗ってきちゃうと通行ラス目なので俺はひたすら浴びてなきゃいけなくなる。けど楽しかったんですけど、あの雰囲気もなんかね、そのもういいよっていうみんなの気持ちを、だから今回はワンコーラス90秒と決めさせていただきます。ごめんなさい、一つね、だから大体こうみんな感覚的に、だから90秒ってよくわからないなと思うと、大体今のテレビアニメの主題歌オープニング90秒です。あれぐらいのサイズ感で考えていただけると嬉しいなと。まあテレビの場合は実は CM とかが入ってくる順で89秒で納品しています。ぜひよかったら、はい、90秒超えた場合もしかしたらちょっと、そうですね、90秒やれた場合はその場で断線する可能性がある、はい、一回切ってもう一回立ち上げるっていうね、そういうこと、すいません、よろしくお願いします。早速応募のメールからいきましょう。ライバー名は小町、おフォロワー数11,800、これは多いんじゃないですか。普段は歌配信で、あ、来た、危ないよこれ、もういきなり2コーラス行くパターンある、普段は歌配信と雑談配信してますと。ファンセブンの全国テレビ CM に西川さんと共演してました。あの中にいたのね、そうなんだ。前松のヒロさんのオーディションにも受かり、現在リリースの楽曲の制作中。あ、そうなんだ、なんだ、じゃあもうそういう感じの人もいるのね、いいじゃない。僕はだからもう積極的に繋いでグミを食べるためにも、そのために曲はだから90秒間曲を聴いてる間グミが食べれるっていうね、楽しみのために来てるのよ。早く食べたいグミ、早くつながって。何さんだっけ、小町さん、いいね、女の子かな、ね、つながりたい、つながってみたい、どうなんだろう。
お待ちちゃん。かかってる？かかってる？だ？どうどう？つながっておくれよ。頼むよ。はい。今我が番組の担当が前面に映っていて、面白いのがさ、これ全然あのなんていうのかな、悪意ではなくね、聞いてね、なんかあのサッカーの新しいさシステムで、あのビデオアシスタンスのシステムがあって、これからどんどん多分導入されていくと思うんだけど、もうやっぱもうそうなってくると自動でボールを追っていくカメラがあって、でもどんどん AI がどんどんこう、ま、そのボールをどんどん追随していって、でどんどん記録していって、もしビデオアシスタンスってなったらそれがこう出されるっていう風に、だからボールにもうだからマーキングして、その追われてるところをひたすら追っていくって、そうするとカメラの台数も減るし、中継のあり方なんかも変わってきたりとかするから、そうすると、まあまあ、今ねこうやってコロナもあったりとかするから、そういうのも変わってくるよってなった時に問題が生まれちゃったんです。結構あの審判の方でスキンヘッドの方が多くて、あのビデオアシスタンスっていうか、その AI のカメラが そっちの方を追っちゃうっていう、ね、ずっとツヤツヤした頭をずっと追い続けるって、うちの担当とかはそのもし引っかかった場合はもうボールと見なされるから、すごいテカリがいいのよ、健康状態がね皮膚に現れてる。出ないね。出ないの。もうなんだ、見たかったな。1万だからね、1万台はやっぱつながりたかったな。ほらもう無駄にほら豆知識与えちゃったじゃない。本当にごめんなさい。次行こう。もう一個、もしちょっとこれあのもし小町さん、もしなんか配信これ知って始めたよってか、それ分かったら教えてもらっていいですか。で僕多分拾いきれないかもしれないから、小町さんがコメントくれてるよってもしあったらそれまた教えてください。よろしく。みんなでね、組織で、うん、組全の組織でギャーってな、そのね、そのでやってくからね。そう、ヤフーのコメント欄とか、うん、YouTube のコメント片っ端からあのもう やっていくんで、やっちゃうんだようちが、ね、先週一人繋がんなかった人いたの。ああ、ありましたね。これ元のメール、元のメール、はい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 。エイミー84,700人フォロワー数、エイミーちゃん、普段の、あ、そうですそうです、で三振弾いて歌います、沖縄古典民謡ポップスオリジナルソングお届けしてます。繋がんなかったね。沖縄の様子知りたかったって言ってたんだよね、エミーちゃん。そしたら先週はグループコールでお呼びくださったのに出れずにすみませんでした。落選かと思い仕事の打ち合わせで電話落ちでした。また機会ございましたらお誘いいただけます。嬉しいです。今後ともよろしくお願いします。丁寧なメール、これは出てほしいよね。これは知りたいよ。エイミーシーサーエイミーね、はい、ぜひよかったら再チャレンジ行ってみましょう。言ってくれてる。沖縄やっぱこの時期、沖縄とはいえやっぱりその曇りが多かったりとか天候が良くなかったりとかするんでしょうね。でもやっぱりほらね、国際通りとかさ元気なくなってたから、ちょっとでもね、なんかこれから、いや沖縄行きたいね。いやー、僕とかも、いやこのままさ来年とかもなんかそういう海外とか行けなそうじゃないですか、雰囲気からするに。だから国内でファンクラブイベントとかするんだったら沖縄とかいいですよね。そしたら参加数もね、ファンクラブの参加数も、ファンクラブイベントとか、マジでエイミーシーサーエイミーサーター、沖縄の方と出したら時間いる。あ、そこか、そこで沖縄県民発動しちゃったか。これだよ、せっかく信じてたのに。サーター、今日ダメだね、なんかね。もうちょっと、うん、もうつながりがあったかな、なんだな、ということで。先週の人、うん、
ミっていうのはグミのことだからね。さっき言ったら全然そんなそのそのなんかナンキーナみたいな人のそのなんとかキーナみたいな人のそういうのとは違うから、ライバー名はマルコとタンゴでいいのかな。あ、鮮明ですって。これは気さくでいいよね。マルコと卵、あ、卵だって。M ないよ、A がないよ。タムゴって書いてあるよ、スペルだと。マルコと卵はサンバのダンサー姉妹。配信でサンバを歌います。いいじゃん。これ見たいよ、ね。見たいよ。あ、これ今のやつなんかビーチでなんか、あ、それさっき見たやつだった。いいよ。普通はサンバのお姉さんと長押しトーク配信で週に1回ほどサンバデーがあります。今日やサンバデーであれ。サンバデートナイト、サンバデートナイトであってくれ、本当に。サンバデートナイト、これ見たいよね。ねえ、いやいや、配信は一人ずつの日、姉妹の日、昼間の元気配信や夜のまったり配信、サンバの日などワンフォローで5味ぐらい美味しい枠です。あら嬉しい。もう今日であれ、ほんとサンバよ、サンバよ来てくれ、お願い。今日これがリアル姉妹なのかね。ああ、阿佐ヶ谷姉妹的な。なるほど、加納さんところは姉妹です。それはショックだよ。なんだよ、あんなに運営がやれやれっていうからグループコール使ってんのに。これは相手のもです。担当者でさえ責任を負えなくなってるじゃんかよ。長島くん、えらいことになってるじゃないか。AI のカメラつけるよ。そんなことで、そういう態度だったら、この部屋に、それも抜くよ、もうその AI のカメラを。別のこの引きドン引きカメラと俺のカメラと以外に、もう一個長島くんを AI で繋いだカメラにするよ、それは。知らないからね、その知った。ほらもう、ああ、もう、ほらもう AI だったらもうこれずっと抜いてるよ、もうビデオアシスタンスだからね、知らないんだからね。さ、早くこんなに来てないか今日。来てよ、来てほしいよ。ちょっと、もう皆さん今日あれですよ。もしそのご覧になってて帰ってきたよと、配信始めるよとか、これもうメッセージくれてるよって方いたらもうすぐ教えてくださいね。次。はい。ライバー名はリコベイビー。うん、なんかこのベイビーがついてるだけでなんか子さんな感じがしていいですよね。配信内容、アニマルと雑談メインです。アニマル、うん、シルバーの文鳥と配信しています。やばいんじゃない。ちょっと今までにない毛色で、これはやばい人なんじゃないのか。もうやばい人しか残ってないかもしれない。大丈夫かな。可愛い文鳥さんを見てください。一応フォロワー数は3桁あります。ぜひ行ってみましょうか。怖いなぁ。いや、よく出てくる。ノブエとかってだいぶ古いオールナイトの頃のリスナーとかだよ。もうノブエを分かってるなんてねえ。繋がるかな。ノブエが懐かしいって言ったらもうみんなもうあれよ、もう40ぐらいなのよ、みんなもう大体こんな時間にこんなもうワンセブンなんか見てちゃダメな身分の人なんだよ。大丈夫だな、もう本当に。心配になっちゃう、こっちは。確かに40代でこの時間って、家族と過ごす時間、スピードのメンバー、新しいメンバーもノブエに近かったよ、名前ね。当時ね。来た、来た。大丈夫なの。あ、どうも。
っちだ、こっち。そうそう。さて。こんにちは。つながってる？大丈夫ですか？聞こえてる？こんにちは。聞こえてる？つながってます。つながってる。ずーっと。大丈夫です。ほんと大丈夫。聞こえてる？聞こえてます。ありがとう。聞こえてます。リコベイビー。リコベイビーね。はい。聞こえてます？大丈夫？はい。すごい、なんかノスタルジックなオタクの景色でいくね、これ。かなり和な感じを、実家感がすごい。実家感がすごいよ、これ。すごいじゃない。いや、今働いてはいるんですけど、うんうんうん、あの、某大手の倉庫で働いてるんですよ、今。はい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 。で今ちょっとあのお金を貯めてて、あ、なるほど、なんか次に向かってね、一人暮らしをしようと思って、あ、なるほど。で、あのその某大手の倉庫の、うん、あの近くのところで住もうと思ってて今、はいはい。でそのためにちょっと今実家の方にいるんですよ。あ、なるほど。その今、はい、ちょうど狭間にいるわけね、次の引っ越しに向けての。そうです。なるほどね、はい。で、え、そのさっきのシルバーの文鳥と配信してる。ちょっと今連れてきます。あ、ぜひ連れてきて、連れてきて。はい。シルバーの文鳥。ちょっとお待ちください。もちろん待ちますよ。文鳥。実家の店家の家族の子で誰これ。こ、怖えよ。ご先祖様がもうすごいよ、なんか。もう雰囲気あるもんね、このこっち側のさ、この女性なのかな、男性なのか分かんないけど、なかなか人ん家の天井見ることないもんね。すいません、この子です。あ、来た。文鳥かわいい。おとなしいね。そうなんです。なんかゲイとかあるんですか？ゲイとかしてくれたりするの？ゲイはしないです。ありがとうございます。ちょっと待ってよ。だって文鳥さんは、じゃあ何、こういるだけ、文鳥がこう出しながら、あ、さては、文鳥で引きつけてただ話してるだけだな。違う。文鳥の可愛さにかこつけて。違う。でもいるだけで可愛いで、これいいね。うちもなんかあれじゃない、犬連れてくればいいんじゃないのか。ずっとここら辺犬がずっといれば、これ視聴者数上がりそうな気がするんだけど。ずっと組み食って。そうだね。俺は、これはこのシルバーの文鳥さんのお名前なんて言いますか？普通のピーちゃんって言います。普通のピーちゃん。普通のみんながピーちゃんではないよ。それリコベイビーがもうまあ普通だなと思ってるだけだけど、いいよいいよ全然。一話なんですか？もう8歳って。あ、もう、え、8歳、結構長生きなんですね、はい。鳥って僕実はそんなに飼ったことがなくって、文鳥さんって何年ぐらい生きててくれるの？はい、長い子でも13年とか14年生きてる子もいます。あ、そう。じゃあ大型犬より長生きなんだね、はい。そうですね。でこの子の場合すごい元気っていうかね、なんかこうほら寝てばっかなんですよ本当は。はいはいはい。で、ね、あのずっと寝てばっかりなんで、うん、誰か近くに人います？それなんか何ですか？なんかもう、なんか人、今人の声聞こえてる気がしたんですけど違いますよね。違う？聞こえてないです。あ、本当？大丈夫。うん、なんかごめんごめん、なんかその、まあ、多分その実家感に引っ張られてるだけだわ。誰が一緒にいるんじゃないかって感じてるだけだと思う。いてくれたらいいなと思っただけだと思う。ありがとうございます。そうなんだ。ありがとうございます。ピーちゃん、今8歳か。でも全然なんかあれなの、年いくとやっぱりこうなんか犬とかだと白内障が出たりとかちょっとすることあるんですけど、はい、抜け毛がちょっとこう抜け毛が多くなったりとかみたいなこともありますけど、文鳥とかはどうなの？なんか変わった変化とかありますか？特にはないんですけど、うん、やっぱりなんかまあ、
ちょっと、まあ、変な話、お尻がちょっと汚くなってしまったりとか。まあまあまあ、そういうのはね。へえ、うん。いやでも、そんなに文鳥が長生きだって知らなかった。いいかもね。この子も4代目なんですよ。え、4回目?4代目です。あ、4代目。え、合算して8年じゃないよね。違うんだ。4匹いるやつ合算して8年だと、ただ1匹ずつ2年しか生きてないんだけどっていう。本当大丈夫だよね。違います。違うんだよね。よかった。心配になっちゃってびっくりしちゃった。なんかあれと思って、計算合わないと思って、ちょっとびっくりしちゃった。ごめんなさい。よかったです。ありがとうございます。これをじゃあ、はい、そのシルバーのピーチャーと一緒にお送りしてるということで。そうですね。結構定期的、結構時間長めでお送りしたりするの？まあ2時間とかやったりとかしてます。2時間ぐらい配信したりとか。なるほど。でもその間もずっと寝てるので、この子。あんまり機能してないんだね、じゃあね。機能してないよ。今日でもじゃあ珍しいってこと、こんなに元気なのは、この時間帯に。そうです。ですね。そうです。嬉しい、ありがとう。これからもじゃあちょっと本当に、あの、よかったらね、ピーちゃん、ちなみにピーちゃんの誕生日っていつなんですか？わかんない、ざっくり言うと。だいたい何日設定します？だいたい言っていいですか？いいよ。あの、サポートメンバーの砂尾さんと同じ誕生日なんですよ。あの人4月？4月の28です。4月28にしてんの、ピーちゃんの誕生日。はい、はい、そりゃよくないね。まあでもね、人を傷つけるタイプの人じゃないからいいと思います。はい、じゃあとりあえず、じゃあまたピーちゃんが今年も誕生日迎えましたとかあったら、ぜひともまた教えてください。ありがとう。またね、はい、リコベイビー。はい、ありがとうございました。ありがとう。はい、ありがとうございました。はーい、ピーちゃんっつって。そうか、なるほど。このゆるくてちょっとこう行き当たりばったりな感じは、こう砂尾さんのファンだからだな。そういう感じなの。いいんです、もう事なかれ主義ですから。いいんです、いいんです。砂尾さんみたいな人がやっぱりいてくれないと世界って平和にならないと思う。みんながね、なんかこうギスギスしたりとかじゃなくて、なんか本当にあのいいんだよって、うん、僕なんかいいからねっていう、こうなんか人を傷つけない人がいるっていうのが、やっぱもうね、人は、だから僕はだからああいう人見てたから、こう性善説でいろんなものを考えちゃうんだね。うん、そう、本当に良くない。うん、良くないね。基本的な人、いや、もちろんあの人のこと悪く言ってる人あんまり聞かないもんね。奥さんな、そうなんでね、なんかね、どうなの分かんないけど。はい、さあ、これちょっと先週そろそろ音楽欲しいよね。ああ、せっかく90秒ルール決めましたからね、ぜひよかったら。これ先週のなんだけど、先週か、ちょっと不安だな。ワンセブンで配信しているスモフィルと申します。フォロワー数2475。トランペットで演奏を配信しているプロのトランペット、あ、プロの方。専門はクラシックですが、ワンセブンライブでは主に J-POP やポピュラー作品を演奏しています。ここにもクラリネット、フルート、リコーダーを演奏したり、歌配信もしています。うちの TM レボリューションも歌えると。ワンセブンライブの公式配信、ワンセブンアーティストライブにも出演経験あり、以上です。あら、これは安心できるんじゃないですか、うん、ね、いいんじゃないですか。これは、これは一曲なんかちょっと挟みたい。挟みたい、ね、90秒で2、3個はペロリといきましょうよ、グミ。ね、そうなんですよ。いやさ、やっぱりさ、こう早く僕もね、なんかちょっと記念、その10、とりあえず10万超えたよね。10万を超えて、なんかカラオケでもいいからリクエストしてもらった曲を、なんかワンコーラスずつなんか歌ったりとかする、歌配信みたいなことをさ、やっぱやりたいですよ。決め手がないもの、なんかこれはやっぱりちゃんとこうさ、なんか10万超えました、20万超えましたみたいなんで、こうなんかリクエスト募って、で1曲歌っていくみたいなさ、ね、それいいよね。ね、なんかこう、これはやりたいな。だから早くみんながこうどんどんこう1000とか万とかの単位になってくれないと、持ち曲もまあまあありますから、
全曲触っていきたいんですよ本当に。ぜひともよろしくお願いしますね本当に。どうしたの今日なんだ、うん、全然つながらないじゃない。やれって言われてから本気出したらこれだよもうし人のこと信じちゃダメだな俺。今週もしてるのはダメだし先週もダメだし本当にぐっとさ、やっぱりこうネタだけじゃやっぱりね、ネタっていうのも良かったけど、やっぱネタだとやっぱ参加してくれる人とかさがやっぱこう限られてきちゃうと、せっかく作ったでやつはやっぱもうもっといろんな人とつながりたいよというところで、ここはもうねやっぱワンセブン使ってくれてるみんなとつながっていろんな会話していこうぜっていう感じに切り替えた途端にこれ、何これ、本当にあとグミの食べたいよ。グミ食べよう。いやいや、ちゃんと決めたのよ、ちゃんとつながったら食べるんだって。特にこのハードグミだからもう一回入れちゃうと飲み込むまでまあまあ時間かかるよ。まあじゃあもう待つよ。あ、ほんとだ、サーメン、サーメンしか気づかない。はい、シーサー、じゃあエイミー、エイミーは沖縄の人、うん、サンバはマルコ、マルコと卵、卵、マルコと卵。いやさ、なんかこの間歯医者さんに行ったの、こう2ヶ月とかに1回必ず歯石取ったりとかするために、もうとにかく 歯医者に定期的に行くのが好きなんです。見てもらってね、虫はないですよって言われてほっとして帰るみたいな時に、奥の歯でこうなんかかけらみたいなのが来た、来たよ。あ、かわいい。こんにちは。あ、こっちだった。早く急いで準備しました。すいません、グルコ来てましたね。こんばんは。こんばんは。どうもです。どうも、マルコと言います。卵は、卵ね、別のお家に住んでてリアルお姉ちゃんなんですけど。あ、本当のお姉ちゃんなんだ。寿司前でやってるんです。へえ、マルコこんな、え、ちなみにマルコは、お姉ちゃんの方ですか、お妹さんの方。あ、妹です。あ、卵の方がお姉ちゃん。はい。いくつぐらい離れてるんですか。結構は、秘密です今聞こえた気がするけどそうだね、お姉ちゃんによくないよね、本人がいないとこでね。本人がいる前だったらね。そうです、あのお姉ちゃんコメントにおりますあ、いる、お姉ちゃんコメントにいる。お姉ちゃんコメントいるはずです。本当に、もうちょっと、いや今日が単語であれと思ったんだよな。うん、サンバか、サンバ。サンバなんです。サンバでじゃなかった今日は。そうなんです、あのしかもお姉ちゃん家に全部衣装置いてきちゃって、このビキニしかないんですよ。ビキニ、すげえ。ビキニしかないんですよ今日はえ、あ、そうか、サンバってなるとあれか、本当に本当にガチのサンバのやつなんですね。羽なんです、羽背負ってるんです。すげえ。え、これじゃあ、あのいわゆるあるじゃないですか、阿佐ヶ谷とか、それこそ本当にあの浅草とか。浅草とか、そうです、そうです、出てます、出てます。出てんの。はい。見たね、写真あったりか、顔はめしか写真ない、顔はめしか写真ないんですけど、本当の写真じゃない何の頼りもなんねんおい、さっきのさっきの3倍衣装を着てるやつを見せろよ。なんで、なんで大事なとこで顔はめになるわけ顔はめしかちょっと今いつも配信で出してる顔はめしか今じゃあちなみにさ、結構これそのサンバは始めて長いんですか。じゃ あまだ3年ぐらいなんですよ。でも3年でもまだなんだ。あ、そうです、全然まだです。あとコロナがあったのでイベントの出場経験がちょっと少なくなっちゃいました。ちなみにそれサンバって、まあ、最初はどこ教室に行くんですか。あ、
そうです、あのブラジルと同じ仕組みでエスコーラって言われる、まあ、学校のようなイメージでチームがあるんですよ。いやあとちょっと待って、あの僕らね、あのブラジルにそんなに詳しくない、あああれねって誰もならないんだ。だからそのブラジルと同じシステムでに、まあ、言うとあの、まあ、ブラジルに乗っ取ってるってことが言いたかったんですけど、はいはいはい、チームがあってみんな大概チームに所属するんです、はい、でチームに入って他になんかレッスンを受けたりする方もいらっしゃるんですけど、ってことは、えでもほらだってズブの素人がさ、僕がじゃあいきなりね、あサンバやりたいな、よしあの頼もうって言ってさ、何もできるわけじゃないじゃないですか。そうですね。でもその場合ってやっぱ下地としてなんかある程度ダンスとかできてないとダメで。いやそんなことないです、私なんかもう頼もうって言ってチームのとトントン叩いた人なので。マジで？はい。えそれお姉ちゃんたちにで、そっからじゃあもうレッスンっていうか始めるんですか？じゃあそうですそうです。日本にはそういうチームがいくつかあるってことですか？じゃあ。あります。サンバの？そうです、あの浅草のコンテ、あれはコンテストなんですよ、浅草のカーニバルは。あなんかもう知らないことばっかりだね。あれコンテストなんだ。そうなんです、だからあの J1、J2 じゃないですけど S1、S2 というのがありまして。サンバ1ってこと？そうです、 チームの規模でリーグみたいなのが違うんです。知らなんだ、面白い。それ面白いですよ。へえ、うん、じゃああの当然そうすると出汁も含めて総合でこう審査していくってこと？あそうですよ、それこそ西川さんがいつしか審査員に行く。いや来てくださったら楽しいですね。いやそうだったんだ。あれって結局なんかみんななんかほら、あそうか、うん、なんかあの何でしたっけ、あのこうなんかセイヤーみたいなやつ、あれ何でしたっけ、あのよさこい、あんな感じか。あれもそうですよね、なんかチームになってて阿波踊りとかもコンテストなんだよね。で一番いいチームを選ぶ。 あれと同じってことなんだね。そうです、楽器の演奏とかも含めて。へえ、でもうじゃあもう自分が気に入ってる出汁を見つけたっていうか、そのチームを見つけてそこに弟子入りに行ったってこと？そうです。そっからスタートで、もともとでもなんかやってたんでしょ？でもダンスとか。いや、やってませんでした。イカれとるなだって。いやだってさ、サンバ、ただのじゃあサンバ好きだったわけ？何がきっかけでサンバ知ったんじゃん？一番最初はそれこそお姉ちゃんと一緒に麻布十番祭りで、お、はいはい、サンバのお姉さんを見たんですよ。あそれ別にチームとかじゃなくてでしょ？だって麻布十番祭りってその出てくるサンバ。でもそこにいる方々もきっとそのチームに所属してるような人で、多分出演が、まあ、10人ぐらい出演でっていう感じでこうステージを踊られてた。あなるほどなるほど、うん、でそれを見たのがもう多分じゃないもうずっと前で、うんうん、結構あのでその羽を見て、あうちらも羽いつかつけたいねっていう憧れで、しばらく経ってからもう叩きました。へえ。でもあの手の羽ってまあこのサンバもあるけど宝塚とかも結構羽しょうじゃないですか、うん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 、あっちじゃなくてサンバがいいなと思ったんだ。そうです、あのイメージはもう勝手なこう夢物語はビクトリアシークレットですね。はあ、いやいや確かにビクシーモデルね、確かになんかすんごいのなってましたもんね。今なくなっちゃったけどショーね。でもこれでもやっぱり露出度も高いじゃないですか。うんうん、体作りもしておかなきゃいけないし、うんうん、食事制限じゃないけどさ、うん、そういうのはやっぱり気をつけてなきゃいけないでしょ。だってそうですね、すごい。お姉ちゃんも一緒にやってるでしょ？そうです。お姉ちゃんで姉妹でそれいいねってことになったの？じゃあ、あそうなんです、そのもう本当言ったら10年前とかにその麻布十番祭りを見て、うん、でやりたいなっていう心にこうふつふつあって、うん、で2人のなんかタイミングがあった時になんかやろうよってなったんですよ。へーすごー面白ー。へー、でもちょっとね、あの何
さ、やっぱりこうイメージですよ勝手に、やっぱりなんかまあまあすごいじゃない、うん、衣装が、うん、いやこれよ本当にこれなわけよ、うん、いやちょっとねそのたまに考えていろいろこれも本当に自分のイメージの中だけですけどこんな感じの彼女だから人が彼女だったらだからできたらあのやってることは教え先に教えといてほしいよねたまたま見た映像で知りたくないよねあれこれマルコじゃないっていうのはなんかもし今ってこうちなみにもしよければですけどそういった今そういったお付き合いされてる方いらっしゃらない いないんですよ。なるほど、そうかそうか、じゃあ安心しても自分のね。でもそうするとさでも逆にブラジルとかだとさやっぱりこう本当にそういうこうブラジルの本場から来られてる方とかもいらっしゃったりするんですか？あ、いらっしゃいますし、チームの中でこうブラジルに本場に出ている方もいらっしゃいます。おー、そうなんだ。でもそうだと勝手なイメージですけどなんかこうなんかそういうんだとこう積極的にこうなんかなんていうんですかね、お付き合いしたいですとか好きですとかって言ってこられちゃうんじゃないかって勝手なイメージですけど、そういうのないんですか？向こうの方とか積極的だから。あ、でもチームの割合的には少ないですけど、どうでしょう、人にもよりけりだと思います。いやいや、もうね本当にすげえなー、楽しそう。なんか今の聞いてがぜんなんかコンテストだったんだってなって、ちょっと見方がグリーンって変わりました。ぜひに、あの芸能人の方で審査員の方もいらっしゃったと思います。へえ、どういうところ見ていけばいいんですか？ちょっとあのちなみにあの浅草は審査ポイントが衣装だとか、はい、あとダンスの振りのこう合っているかどうかとか、あと楽器の、うん、楽器体のあのポイントっていうかあるんですけど、うん、あの浅草はテーマが決まってるんです。チームそれぞれ一つテーマを決めまして、はい、そのテーマに沿ってその踊りだとか楽器とか全て作詞作曲もして。ああ、なるほど。じゃあちゃんとそのテーマをちゃんと、まあ、解釈して作品にできてるかどうかを審査していくってことだね。そうです、それが本当は醍醐味です。なかなか難しいですけどね、パッと来た方がそれを分かるのは。うん、じゃあできないじゃん僕はでもそれが見どころです。なるほど。いやでもちょっとなんかいいな、見てみたいよね。なんかちょっとあのサンバデーって来ることあります？なんかあの木曜日、毎週木曜日ぐらいでサンバデーが来ることあります？だいたい2週に1遍ぐらい土曜日の夜に踊ってるんですよね。土曜日の夜なのか。あのそうなんです。サンバデーの予約ってできませんか？あの、はい、木曜日の8時ぐらいから以降でサンバデーの予約、はい、1名なんですけど1名いいですか？いいんですか？ついにちょっと来週ある？うち来週、これがちょっとお知らせ、この後。あ、この後、あの発表この後あるんだ。ちょっとどっかタイミングで再来週ぐらいとか、クリスマス前ですし、なんかあのクリスマスをのみんなの気持ちがクリスマスで高まるなんかサンバをぜひに情熱のサンバをちょっと僕に、ちょっとあのこの1年いろいろあったね、西川くんも私たちのサンバで癒されてちょうだい、どうぞっていうやつちょっといいですか？ちょっとぜひに、あの西川さんは本当多分にそういう羽とか背負ったことありませんか？ありますよね、まあ、なんか羽じゃないですけどいろんなものを背負わされてはしてます。他にもあの会社の負担とかあのいろいろ、はい、あの他の会社の役員もやらされてるんで、なんかあのそういうこうなんか、はい、財務のこととか背負わされてます、はい、なるほど、はい、なるほど。羽みたいな軽いものじゃないですね。そうですね、あのいろんな人の命だったりを背負ってますそれはいいとして、でもなんか背負ってみたいですね、なんかせっかくだったらね。男性で背負う方もいらっしゃるんですよ。すごいあの絶対、まあ、その筋肉隆々でもう本当 にお似合いだと思うんですけどね。いやだったらなんかね、なんかすごいな。これ行くこっちが。あ、そのそうか。
マルコとその卵なアンドマルコアンド卵アンド高取りみたいになるかな。そんな夢のような。ちょっとあれだね、 TM レボリューションみたいなね。あ、そうですね、うん、そうだね、そうか、卵とね、いけば、はい、そうです。僕がレボリューション役をやればいい。卵とマルコで TM で、そうそう、卵とマルコとレボリューションがいればTM レボリューション。すいません、通ってしまった。これあんまりでしょ、お住まいになってるエリアとかってあんまり言わないもんね。あ、いや神奈川って言ってます。あ、言うとんのかい。気使いそうやないかい。卵ちゃん東京なんて行けない距離じゃないね、神奈川だとね。あ、てか東京です、東京です。あ、東京なんかい。いや、あの、そうです、行けない距離じゃないですね。そうですね。あ、神奈川と東京の狭間ぐらいのとこあたりねってことは。そうですね。あ、じゃあ、なんなら道一本で行ける。ここ行って、こう行ったら、こう行って、こう行って、まっすぐまっすぐひたすら行けばたどり着けるんじゃないのか。うん、 OK、 考えさせてください、よろしくお願いします。じゃあ俺なんで俺背負うことになってんだよ。でもまずは一回 見させていただきましょうよ。まだだって卵ちゃんと会ってないから。そうそう、ありがとうございます。 TM レボリューションの T と会ってないから。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。とりあえずじゃあちょっとあのお姉ちゃんにもよろしくお伝えください。ありがとうございます。一つだけ、あ、もう終わっちゃいますよね。いいよ、全然いいよ。何、あのマルコと卵はあの17始めたのはあの17の皆さんからいただいたギフトで、次の3倍衣装にしたいと思ってるんです。なるほど、それはいいね。まだ3年なので1人1着しか持ってなくて、私は黄色青の衣装なんですけど、はいはい、なんでギフトが貯まったら次の衣装をみんなで色を決めて買いたいと思ってるんです。逆にあれかな、貯まらなかったらほぼほぼ裸で出るってことでいいのかな。いや、これがあります、これがあります、これがあります。あ、そっちの方がいいんじゃないかと思っちゃった。そうだ、じゃあもうちょっと皆さんもぜひともあのね、我々の力で、である意味ではクラウドファンディングみたいなもんだもんね。我々の成果がいよいよ出しで見れるってことだもんね。はい、ぜひともよかったらそちらのも応援してあげてください、よろしくお願いします。ありがとう、とりあえずありがとうございました。またよろしくお願いします。じゃあ本当にあの予約しにちょっと連絡入れますんで、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。でした、失礼します。いや、どうも、いや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 、いいんじゃないですか、見てみたいね。なんか今日初めて知りました、浅草サンバカーニバルがコンテストであること。なんか好きな人がただなんか集まって、でどんどんなんか集まったから、なんかこうみんなでやろうよだと思ったら違ってたのね。本気だ、あれ勝負だったんだね。そうなのか。いや、なんかね、そにしてもさ、マルコちゃんめちゃくちゃなんかやっぱ配信してるからなのかな、なんかこなれ感がなかったですか。いや、でもなんかミスなんとかとかやってそうじゃない、なんかね、ミスかまぼことかさ。もうちょっといいミスないかな。もうちょっといい、もうちょっといいミス。でもなんかいや、でもこなれた感じしたよね。なんだろうね、なんかどっか事務所に入ってるんじゃないかと思うぐらいの感じでしたけど、こなれ感はありましたよね。もちろんね、お仕事も別にあるんですよね。これでもなんかもうなんだろう、マルコと卵でなんかね、姉妹でテレビとか突っ込めそうですけどね。サンバでね、サンバ衣装で、うちの会社でマネジメントしたいですよね。こういうのいっぱい集めてなんか人力車みたいにするっていうの面白いですね。ね、こういうのってどういうの。いや、でも面白いじゃん、なんか人材だけなんかほらワンセブンで集めたガチャガチャしたそのなんていうかな、うん、なんていうかな、こう本当にこう枠を決めずに稲川元子事務所みたいに求められたところに勢
セーフティーバンドに行くみたいな、そういう事務所だからみんな自由にしてて、エージェントっていうかさ、シルクドストレイユだ、いい風に言うとシルクドストレイユ形式でみんな自由に分散しといてもらって、なんかこうテレビ局とかこういう人いませんかって言われて、いますよみたいな、3倍いますよそういうの派遣したいな、なんかで、お姉ちゃん見てみたいね。お姉ちゃんもでも、マルコがあの感じなら卵もなんか期待できそうじゃない？可愛い感じ、なんか愛嬌良さそうな感じするし、サンバやる姉妹なんだからね、サンバのやっぱあの感じってこう独特な、あれはたまに思うんですけど、あんな格好で恥ずかしがられちゃうと、多分我々の方がなんか罪悪感感じるっていうかだと思うのよ。なんかいけないもの見てるんじゃないかしらって思うけど、あんなに健やかだとさ、でもこっち側もなんかもう応援できるじゃない。ってことはやっぱなんか突き抜けてるんだよと思うんだよね。だって姉妹でさ、示し合わせて、もう10年も前に見た麻布十番でのちょっとしたサンバを見て、せーのやろうっていう姉妹だよ。なんかおかしいと思うもん。行かれとるからね、楽しみだな、楽しみ。来週の始めたんでちょっとお知らせを。ああ、わかりました。何気に結構繋がらないままこんな時間までなっちゃったもんね。さあ、ということでお送りします西七も、今年の生配信は来週、再来週、30日の残り3回となってくる。30日もやんの？吐きそうなんだけどさあ、ところで僕の中で今年2021年の大きな出来事が、この番組の中でも、開始当初から散々お知らせしてまいりました、稲妻のクエストの中止でございますね。え、昨年は、一応県庁から配信という形、撮らせていただきましたが、何もなく本当に中止と、完全中止という形になったのは今年が初めてでした。そんな中でもね、まあ、ラジオとかやらせていただきましたけれども、ということで去年に続いてリアル開催ができていない稲妻ロックフェスなんですけれども、僕自身もねやっぱり今ちょっとね、なんか次の株に置き換わってきてるところで、感染症もいろいろあるっていうところはありながらですけれども、このまま順調に日本国内が落ち着いていけば、来年こそはですね実開催したいというふうに考えております。滋賀県を応援する、そして地域と一緒に、みんなと一緒に、つながりを持ってですね、そこから環境問題とか地域創生を考えていく、この日は絶対に絶やすことはいけないんじゃないかなと僕自身思っています。ということで、そんな思いを来年2022年につないでいくためにですね、来週の西七はこんなスペシャル企画をご用意させていただきました。題しまして、西七ライブスペシャル稲妻ロックフェスウォッチパーティーということで、まあ皮肉な話ではございますけれども、実は今年稲妻の中止が報道されたことでですね、まあ僕のそこにもね、この番組もそうですけども、稲妻ロックフェスってそういうイベントだったんですねとか、なんならニュースで稲妻ロックフェスのそれを知りましたとかね、あとどんなイベントなんですかとか、結構ねいろんな声をいただいたんですよ。ということで来週の西野はですね、改めて稲妻ロックフェスがどういうイベントなのかというところを、お話しさせていただいたり、過去のライブ映像を共に見ていただいて、そういったところちょっとね歴史を振り返っていくみたいな感じの番組になっていくのかなというところでございます。そしてね、これまで出演していただいた稲妻のまあ、ライジンステージを中心としまして、出演していただいたゲストの中からですね、なんとスペシャルゲストをお招きしたいなというふうに考えております。みんなちょっと湧いてきてるね。あ、嬉しい。みんなあ、ちょいとじゃあちょっと BGM 下げましょう。はい、ということで、こちらなんですけれども、さあ誰だと思う？まあね、やっぱりこう稲妻の貢献者でもありますけれども、ということで、
生登場してくれるのは、稲妻ロックフェスでは2019年2日目の大トリ務めてくださいました桃色クローバー Z ということでございます。桃黒ちゃんが、そうなんですよ、ということで、まあうちの稲妻ではもう常連でございます。ありがとうございます。で、まあ僕はそうですね、稲妻に出てくれてるお礼に、まあ年末で、今年も開催されます桃色歌合戦、こちらの方に私も出演させていただく、で川上さんに恩を売って来年の稲妻のブッキングしやすくする、でお互い持ちつ持たれつで、はい、やらせていただいております。桃黒ちゃんが4人で遊びに来てくれますので、ぜひともね、またね、あのちょっとゲストが入ることで、またね、ちょっとまた新たな、ライバーのみんなとか視聴者の皆さんとか増えてくれるといいなというふうに思っております。もうね、まあそうですね、稲妻のもうほぼ常連ですからね、はい、2日目のトリも進めてくれてますから、というわけで来週の西七は桃黒ちゃん生登場でございます。稲妻ロックフェスウォッチパーティーをお送りします。ぜひともお楽しみによろしくお願いします。ぜひよかったらね、桃黒ちゃんのファンの皆さんにもねお知らせしていただいて、ぜひよかったら、はい、あの一緒に楽しんでいただけると嬉しいかなというふうに思っております。いやー楽しみだな。ちょいちょい、最近かなこともちょうど仕事して、この間言わなかったっけ、違った、話したよね。そうなんですよ、年始のとある番組の収録が一緒で、でそうこうしてたら、その日そのまま桃色紅白のラインナップの発表を、その同じスタジオの別スタで放送配信かしてたっていうことだったりとかしてたので、だからちょうどかなこが、かなこと番組収録終わりましたのタイミングで3人みんな来ちゃって、でよろしくねなんて話をしてて、でそっちはそっちで桃色紅白の話があって、とこっちもねそうやってまたゆっくり話せるので楽しみですよね、本当にね。もうすっかり大人だもんな。東京都雪見大福、桃色歌合戦3回目の出場おめでとうございます。チケット申し込みました、ありがとう。毎年年末にテレビで見てた桃色歌合戦を生で見れるのでとても楽しみです。コロナ禍により忘年会など予定もまだなく、今年も年末らしい予定が何もなかったのでとても嬉しいです。本当そうよね。いやいや、僕は僕で逆にね、こういった形で年末一緒にね、過ごせて、このタイミングちょこちょここうやってゆっくり会えるタイミングができて嬉しいですよ、本当に嬉しい。はい、ね、クリスマスもあるもんね、あっちあっちでね、大変じゃない、今本当にバタついてると思うよ、本当に。なんせね、桃色歌合戦はだから五木ひろしさんとか出たりとかね、いやもうキャスティングがもう本当に絶妙ですよね、あそこはね、本当になんかこうなんだろうな、スターダストの本気を感じるよね素晴らしい、本当に素晴らしい、はい、ということでございまして、いやー本当にまだつながり、ちょっと誰かね、えまだもう一人ぐらいつながりたかったのにな、うん、あ、小町さん短めに行ってみる、配信始めたって、小町さん、小町ちゃん、ぜひともなんか最後ね、まあ、10分あと切ってますけど、ワンコーラスぐらい歌ってもらおうよ、グミ食べようよ、グミが食べたいグミが食べたい、グミ総出でやらせてもらいますから、もう本当にグミです、グミのことです。繋がったらいいけどな、来た、あ来なさい、どうも、あこっちだった、ごめんごめん、こんばんは、こんばんは、こんばんは、すいません今日ちょっとたまたまラジオ配信で、あそうだったんだ、いや全然いいですよ、ありがとう、わーお願いします、よろしくです。女の子すごいなんか雰囲気あれですね、可愛らしい感じなんだけど、声はなんかすっかりなんか
歌ってる感じの喉になってますね、声質も。あ、今でもさっきつけたばっかりで、うん、あの配信まだ今日も歌ってないんですけど。あ、本当に。はい、なんかハキハキした感じがなんかね。いや、もうめちゃくちゃ今テンション上がってます。わ、本当に嬉しい。ちなみに普段は歌配信と雑談とかもやってるよということで、え、ね、はい、CM の一コマに。あ、そうなんですよ。いてくれたんでしょ、こまっちゃんも。はい、あの西川さんの右隣に映ってたんですよ。いました、いました。はい、はい、そうなんですよ。あのヒロのイベントでオーディションか、はい、にもあれだ、エントリーしてたんだ。エントリーして入賞しました。すごいね、おめでとう。はい、ありがとうございます。なんかあの先週 の、 あの西七で、うん、その西川さんもなんかオーディションとかそういうのあったらいいよねみたいな話してて、はい、本当にそういうのあったらすごいいいなって思って聞いてました。あ、本当に。でもだってヒロのとこだって今あれでしょ、リリース用の楽曲作ってるんでしょ。はい、でもそれヒロさんがっていうより、ヒロさん、私、準優勝だったんですよ。ああ、なるほど。なので、あの事務所の方が作るっていう感じで、あの、はい、ヒロさんの提供ではなくて。ああ、なるほど。でも そこ引っかかってるってことは、今後そこからなんか活動していくってこともあるんじゃないの。そうですね、ちょっと頑張りたいと思ってます。ほら、そしたらもう、はい、うちの子じゃないじゃないの。そっちの子じゃないの、よその子じゃないの。え、でもあのヒロさんのも2回目のオーディションで、その前にユーリさんのオーディションに出てきて。へー、そうだったんだ。はい、じゃあそれもまだまだこういうのをやっていくと、そうやってみんなとの出会いはあるってことなんだな。てか、はい、もう実際こうやってオーディションで形になってる子がいるってことだからね。はい、そうか。え、どうですか、なんかほら、まあ新たな挑戦というか、今曲の制作とかやってる途中ってことでしょ。はい、いつぐらいにそれ聴けるような形になりそうなの。早ければ年内って予定だったんですけど、結構押してるので、多分来年になるのかなって。ね、はい、そうですか。多分来年ですね。来年か。はい、ぜひまた、じゃあちょっと完成して、なんかあのもう、じゃあヒロのところの事務所が作ってるんだったら、あのワンハーフくださいって言っててください。はい、90秒でワンハーフくれって言って、でそれをOKにしてもらって、次配信して、もし繋いだ時に、完成した時にうちの番組で歌ってもらおうか。あ、もうぜひぜひぜひ歌わせてください。そうね、それしよう、そうしよう。じゃあ、あの、はい、新曲のね、じゃあスタート、こっちでもあの配信してもらいたいと思うので。はい、ぜひ。完成したら教えてね。はい、教えます。ありがとう、とりあえず。はい、またじゃあちょっと歌声聴くときにまたゆっくりつなぎたいと思いますんで、よろしくお願いします。はい、すいません。ありがとうね。ありがとうございました。ありがとう。はい、失礼します。はい、いい子だったね、なんかね、ハキハキしてて、なんか声、もう声の感じが、もう動いてるとこ見てないからあれだけど、なんかそれこそリサちゃんみたいな、なんかね、ちょっとこう奥の方にちょっとハスキーな部分があって、なんかね、当たりがあの感じのまま歌ってくれてるといいな。なんかこう、なんていうの、キーにドンとこうちょっと高めに当ててくれる感じの声質だといいんだけどね。こうぶら下がる感じじゃなくて、となんかピッチがこう、これは僕とかもそうなんですけど、正確に言うとジャストの音よりも、まあこれちょっとこんな話でもあれかもしれないけど、撮るよりもちょっぴり何セックか上に撮ってるんですよね、実は。はい、下に行くと気持ち悪いんですよ。下にぶら下がる感じの歌ってなんかこう、みんなにこう、なんていうか不安感を与えるんですよね。なんですけど、ちょっぴり上に当ると同じ音なんだけど、狙って打ってるんだけど、人間の耳って聴感的に高い音の方の方を先に聞こえちゃうんですよ、どっちかというとスピードが。だからキャッチするのが早いから、そのこのジャストの音よりもちょいと、本当に何ミリかですけど、ちょっと上を狙うぐらいの感じに打っとくと、あのどんだけ人の、どんだけ群れた中で歌っても自分の声だけ少し前に出るっていうね。まあまあ、はい、特殊な技ですけど、はい、ぜひよかったら。はい、ということで、だから僕のって群れてても、あのどんだけ、こうあれなんですよ、こう歌
歌番組とかでもグーって絞られて僕だけずっと前にいるんですよ。だから僕の音全然マイク拾ってくれないんです。だからもう本当に堂本兄弟とかそれでいつも泣きそうになるんで、あんなに一生懸命歌ったのに全然なんかもう全くフェーダー動かしてくれないんだよね、もう本当に。さあということでございまして、もう終わりか、すいません、いろいろと今日はねもっと繋がると思ったのにな。うん、まあ仕方ないね。でもね、みんなの都合もあるからね。さあということでアーミーから紹介しましょう。相変わらずですよ、大佐嬉しいね、しのぶ嬉しいね。どうした、なんかあった、映ってる、大丈夫、映ってないじゃん。あ、来た来たよ、はい、しのぶ。それからはい、ゆいな。ここからは少佐です。時はラブレボリューション4人をシーシー、ありがとう。ここから軍曹ですね。ケイ、ラブラブ、金曜日の猫、金、ユミネコ、タイ、ヨッシー、マーコ、ケイシーワイ、アワ、マヨターボ、コーティー、ありがとうね、今日もね、アーミーやってくれて。チサ、TA、ユピプペラね、これ、もういつもなんて、これ、なんて呼んであげたらいいかだけ、また教えてどっか、この2-1990-029。さとみ、みっけちゃん、さちね、こうきょう、それからきよしおけん、ティアラ、むーからむーちょ、ゆうゆう、ごご、ひまわり、ありがとう。そして今日のギフティングいっぱいくれた、ありがとうね。またさあ来た、今日はあ、たかのり、どさっと来ちゃった、またこれ俺なんじゃない、これもう俺の生年月日なんだけど。もうメロターボ、泉、海猫、ビビビペ、金曜日の猫、金、TKSK、K、アイユイナ、ラブラブ、クロスマ姫、トキワ、マーコ、アキラ、ジーノ、チサ、プチョン、カナイ、ココスケ、ユウ、ユミーゴ、アワ、キュリ、モリ、ミッツィ、クミンですよ、シイヤキ、スヌコ、アキ、カモ、コッティ、ゲリシンワイ、チャムカ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 、リムリン、アマギ、ユキミン、ポチ、イチゴ、シンバ、イチゴね、最近季節よね、季節っていうかこう、なんかケーキとかにイチゴめちゃくちゃ入ってるね。ね、サオとかサトミとかニャーチャニャーチャシオケ、お魚さんが、ノラジー、ユイコ、スポッカ、フミコ、サトッケ、ありがとう、本当に。いやいや、もっといっぱいちょっとつながれたらいいよね。これからちょっとあのもっとグループコール力入れていくんで、ぜひともよかったらつながりたい方ね、ちょっと僕と話したいよっていう方ぜひともですね、ね、フォロワー一応最低限のルール3桁以上って形で応援していただけると。そうですね、パフォーマンス90秒です。何でもいいよ、歌とかダンスだけじゃなくても他にもいろいろあると思うんで。最近やっとなんとなく A17 の使い方が分かるようになったので、今月からアーミー登録しました、ありがとう。カラムーチョ、これはギフトも頑張ります、ありがとう、本当に嬉しい。神奈川県から嬉しいね、本当に。そうか、さあそしてですね、今夜の番組の第1番、来週の火曜か水曜配信スタートです。それに続く来週のこの時間、12月16日木曜日20時スタート予定しております。モンゴルチャンを迎えまして稲妻ロックスウォッチパーティーをお送りします。生配信見逃さないようによろしくですね。そしてワンセムライブ西川拓のチャラカートフォローの方でよろしくお願いします。また西七では番組を応援してくれてるアーミーとも、どんどんですね募集してますんでよろしくお願いします。ただこれはね、いろいろお金がかかることなので、今じゃなくても、はい、来年はまたね、1年間年明けからはまたね集計がスタートしますから、毎月になるの、毎月ね、毎月で集計していきますんで、でそのとこに、あとあれだね、こんなのできましたよって、そうちょっとあのもうちょっとずつできてきてるんで、はい、もしよかったらこんなのが2年度が届くよっていうのがあるとね、多分もっとなんかギフティングしやすくなるかなと思うので、ぜひともそちらのも
また来週あたりはちょっとまたお店できたりとか情報なんかもちょっとずつ出すものが増えてくるかな。はい、ということでございますので、よかったらあとはもうあとシャープンで、ラジコラジコプレミアムで聴く方はですね、日本放送の西川隆のショートナイトニッポンを楽しんでください。それではまた来週です。ありがとう、またねー。